愛とは強いものは英国の R&B 歌手、マキシン・ナイチンゲールが1975年に発表した楽曲、世界各国で大ヒットとなった。マキシン・ナイチンゲールは1969年から長期間舞台役者として、ウェストエンドシアターで興行されるミュージカル、ヘアーに出演し、またはシーラー役の代役などを務めていた。その後西ドイツに移り、 当地でのヘアーの公演にも出たり、ジーザスクライストスーパースターに出演したりした。西ドイツで、やはり、ヘアーに出演していた、日本人の俳優の寺田ミノルと出会い、寺田と結婚。1973年に、娘、ランカビバを産んだ。一家は、ロンドンに戻り、ナイチンゲールは、クリストファー・ハンプトン作のサベージズに出た後、それを機に役者を辞めた。 セッションシンガーの仕事をやり始めたの。仕事はそんなに多くはなかったんだけど、子供を寝かしつけた後夜に出かければよかったので、楽だったと彼女は述べている。アルマシューズのフールのレコーディングに参加している時だった。プロデューサーのピエール・タブスは、ナイチンゲールの声に強く惹かれれるものを感じ、歌手のジェイビンセント・エドワーズに、ナイチンゲール用の曲を共作しようと呼びかけた。エドワーズは、 彼女とは、ヘアーの共演者同士であった。二人は、出産間近のタブの妻を見舞うため、チャリングクロス病院へ向かって車を飛ばす7分の間に、愛とは強いものを書き上げた。エドワーズが数年前に書いた曲を土台にして作られたが、ノズモ・キングザ・ジャベルズが1974年に発表した、グッバイ、ナッシング2性によく似ていることが指摘されている。グッバイ、 ナッシング2星は、スティーブン・ジェムソンとマーシャル・ドクトレスによって書かれ、全英シングルチャートで26位を記録している。翌日、エドワーズ自身が歌ったデモテープが作られる。エドワーズはナイチンゲールにかなという条件で歌うことを求めた。ナイチンゲールはそれを拒んだが、やがて彼女の曲として、レコーディングが行われることが決まった。マキシン、ナイチンゲール、愛とは強いものは、 双方の近くのデンマークストリートにあったセントラルサウンドスタジオのデモ用のスタジオで制作された。レコーディングにはベーシストのマイク・デアルバカーキ、バオリニストのウィルフレッド・ギブソン、キーボーディストのデイ・ブローベリー、ドラマーのピート・キルヒャーラが集められ、プロデューサーはパブスが務め、エドワースは彼の助手を務めた。ストリングスの編曲はギブソンが担当した。ナイチンゲールは後に ローリングストーンのインタビューで、ハンドクラッピングをことさら強調したり、叩きつけるようにキーボードを弾かせたりするタブスのやり方が好きになれなかったと答えている。また、普段慣れているキーより高いキーで歌わされたのも辛かったという。デモとして作られたはずだったが、タブスはテープをそのまま、ユナイテッドアーティストレコードに持っていき、レコ。 リングから2週間も経たない1975年9月26日にシングルとして発売された。同年11月29日付の全英シングルチャートで8位を記録し、アメリカでは1976年5月1日から8日にかけて2週連続でビルボードホット100の2位、ビルボードのイージーリスニングチャートの5位、キャッシュボックスの1位を記録した。カナダは5位。 オーストラリアは4位、ニュージーランドは6位、フランスは10位、オランダは3位、ベルギーは2位、西ドイツは38位、スウェーデンは9位を記録するなど、世界各国で大ヒットとなった。1977年公開の映画、スラップショットの様々な場面でテーマソング的に挿入された。なお、スラップショットで使用された楽曲は、権利関係がクリアできず、 VHS 版は別の曲に差し替えられていた。2002年に DVD が発売されて、ようやくオリジナルのサウンドトラックに戻された。F カップの憂鬱、ハロルド・スミスに何が起こったか。スタスキーハッチ、ヘレンとフランクと18人の子供たち、幸せのポートレート、ロード・トリップ・パパは誰にも止められない。などの映画で使用された。ありがとうございます。